私ですね、もう毎度毎度地域、日本を人口増加させるんだと言っておりますけれども、今回はですね、じゃあどうやって人口増加させるのか、その概要、全体像を皆さんにお伝えしたいと思います。まあ、要は夢を語らせていただきます。まずはですね、このアンケート結果を見ていただきたいんですけれども、でどういった質問かというと、こちらです。私は価値ある人間だ。で、日本以外の3つの国はですね、軒並み 80% 以上の方が、はいと、私は価値のある人間だと答えてるんですけれども、日本がどうだったかというとですね、こちらです。はい、 44.9% しか価値のある人間だと思っていないという、もうここまで違うかという感じですよね。この質問はかなり本質的な質問で、幸せに直結する質問ですよね。要は幸せだと感じている人が日本人少ないわけですよ。もう幸せでない人が多いのに、人口増加どころではないですよね。だからもう人口増加を目指す私がまず取り組まなければいけないことは、個人の幸せ、まず自分が生きてて幸せだなって思う人を増やさなければいけないんですよ。じゃあ幸せって一体何だという話なんですけれども、これはもう人によって違うわけですよね。もっと言えば、もう時代によって大きく変わってくると思うんですけれども、私はこう思うんですよ。今の時代で幸せと感じるためには、こちら、自分の個性を知り生かしていること。つまり他の言葉で言うと自己実現ですかね。もちろんですね、幸せっていうのは人それぞれ違いますので、まあ、こうじゃないという方もいらっしゃると思うんですけれども、おおむねですね、これ理解していただけるんじゃないかと思います。じゃあ個性を知って、個性を生かして、一人一人が幸せになるために、藤江が何やってんだという話なんですけれども、もう3つご紹介させていただきます。というわけでですね、まずは第一段階として、個人の幸せ、幸せだと思っている人を増やす、これをなんとかしてね、達成しなければなりません。どうでしょうか皆さん、これができたら人口増えると思いませんか？どうですか？厳しいかもしれないですよね。なんとなく個人主義的なニュアンスありますよね。悪く言っちゃうと、自分さえ良ければいいみたいな、それじゃあ人口増えませんよね。そこで第二段階があります。第二段階、それはこちらです。命への感謝。これはですね、何も自分の命だけではないですよ。まず幸せになってもらって、自分の命、そして両親に感謝、おじいちゃんおばあちゃん、ご先祖様に感謝で、全部自然もひっくるめて、もう全てに感謝。自分の命は自分だけのものではない、だから繋いでいかなければならない、そういう気持ちになってほしいんですよね。これやっぱね、私じゃダメなんですよ。もっと清らかな心を持ったね、深みのある方、できれば女性の方がいいと思うんですよ。そこで私がやっているのが、というわけでですね、この2つの視点を軸にですね、もういろいろやってるわけですよ。で、これをですね、もうただのサラリーマンが空いた時間でやってるんですよ。何も自分がすごいだろっていう話ではなくて、まあ、一個人のサラリーマンの空き時間でもこれできるわけですから、もう鼻からね、人口を減るって決めつけないで、人口増加無理だって諦めないで、もうちょっとでもね、行動をする人が増えれば、私は人口増加いけると思ってるんですよ。というわけで今日はですね、私が人口増加をね、どうやって成し遂げるのか、その全体像をお伝えしました。で、まとめますと、まず個人が幸せになってもらう、幸せだなって感じて、その後で命に感謝して、そして命をつなげていく人口増加、これです。個人の幸せ発、命への感謝経由、人口増加行きの藤江という船にですね、皆さん一緒に乗りませんか？どうですか？ぜひ皆さんご協力いただければありがたいです。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。